皆さんこんにちは。モテ塾へようこそ。私はモテ塾塾長のミカミックスです。それではときメモ4第5項やっていきたいと思います。まあ、ちょっと講座の方ね、間が空いてしまい、申し訳ありませんでした。まあ、このモテ師とも呼ばれた、私になりますと、デートでね、忙しくて動画を撮る時間がなかなかなくて、更新が遅くなってしまい、まあ、ここは本当に、申し訳ありません。で、まあ、簡単に言うと、彼女をできましてですね、まあ、それでちょっとね、デートが忙しくなってってことなんですけれども、まあ、このモテ師のすべてをね、皆様にお伝えしていきたいと思いますので、まあ、今後はなるべく、時間を作って、講座をやっていきます。まあ、お付き合いのほどいただければと思っておりますので、では早速、講義の方を始めていきましょう。まあ、まずは、恒例のね、まあ、予定をチェックですよ。まあ、予定を確認していかないとね、まあ、デートでダブルブッキングとかになるとね、ほんと悲惨なんで。まずね、11月、この前出会いました、柳文子さんと、まあ、ショッピングで、デートと。で、ちょっと10月にね、予定が入ってなくて、まあ、モテ師ともなると、まあ、デートをしない月っていうのは、まあ、ちょっとありえないんで、まあ、早速ね、ちょっとデートのお誘いをしますか。この前、護道さんと、デートしたんだよね。じゃあ、星川さんがいいかね。星川さんを誘いましょう。もしもし、三上ですけど。あれ？どうしたの？私、これから用事で出かけるんだけど、何か用かな？もうこのセリフとか、ちょっと飛ばしてもいいかな。毎回毎回、同じなんで。まあ、10月、連休の、そうですね。まあ、ちょっと来週にはなっちゃうけど、連休のところで誘っていきましょう。で、まあ、次の日学校とかだとね、やっぱ大変なんで、次の日休みとかだと、まあ、星川さんも来やすいかな。で、え、どこ行ったっけ。なんかこれメモっとかないと忘れるな。人数が多くなればなるほど把握しきれなくなってくるんで、まあ、とりあえず絶対行ってない植物園に行きますか。植物園とかね、ほんと興味ないわ俺。よかったら今月の11日に植物園に行かない？その日はどう、この誘い方。うん、こんな風に誘われたらね、もう女の子は断れないですよ。それじゃあ今月の11日に植物園で待ち合わせってことで。うん、忘れずにメモメモっと。はい、ここら辺もいいかな。遅れずに行くよ。それじゃあ、てかむしろさ、俺のセリフがあんまいらないよねっていう。俺のセリフなんかより女の子のセリフ聞かせろっていうね、なんかそういうクレームがありそうだけど。あと1個余ってるんでどうしようかな。まあ一応10月始まったばっかりなんで、バッテリーは取っておきますか。で、やっぱりね、デートをするとね、体調をめっちゃ削られるんで、まあ本当はね、休日とかはコマンドを実行していきたいんですけど、まあ体調管理の方もね、しないと。まあ、体調崩してね、デートに行けないっていうのはね、元も子もないんで。さて、今週は、どうしようかな。やっぱり運動だな。運動のパラメーターを上げていこう。まあ、俺、運動のパラメーター全くないけど。授業がやっと終わったぞ。さて、帰るか。あ、危ないぞ。何？え？あー！ドカン。グッハーって。超痛そうだったな。いててて、なんでサッカーボールが俺の顔面に顔面に当たったのかよ。ごめん、大丈夫か。なんかユニフォーム着てますね。うん、大丈夫だと思う。そう？ならいいけど、結構いい音したからさ。いや、結構いい音ってさ、でもな、男だったら華麗にトラップくらい決めてほしいな。いや、そんな能力はないです。そんな無茶な。そうかな。ま、いっか、じゃあね。なんだったんだっていうか、あの子誰だ。ま、サッカー部っぽいっすね。女子サッカー部かな。星川さんを誘おう。遅くなってしまった、早く帰ろう。あ、星川さんだ。一緒に帰ろうと誘う。よし、誘おう。星川さん、三上くん、これから帰るの？
ていうかさ、星川さん同じクラスだったよね。え、帰りのタイミングとか、うん、いいなんで下駄箱なんだろう。あ、そう、なんかやってたのか、遅くなったって言ってたから。星川さんと楽しく下校した、やった。てかさ、通常時にさ一緒に下校するとかほんとないでしょ。じゃあデートですね。魅惑のひととき。これね、先にね、確か予定がね、こうあるんで、そう、待ち合わせ場所をね、間違えないようにしないといけないんで、まあ、今回は星川さんなんで、植物園ですね。それじゃあ、植物園で星川さんを待とう。星川さん、遅いな。もしかして場所を間違えたかな。そう、不安にさせてくるよね。いや、これは絶対大丈夫だ。もう少し待ってみる。もう少し待ってみるか。星川さん、まだかな。あ、星川さん。ごめんね。怒ってるよね。いや、まあ俺デートに遅れたくらいじゃ全然怒んないからね。うん、別に怒ってないよ。星川さんが遅れるなんて何か理由があるんでしょ？うん。あるにはあるんだけど。いや、まさか他の男のデートと間違えたとか？それは由々しき事態だ。でも、いいの。結局、言い訳になっちゃうからね。あ、っていうかさ、普通にさ、なんかメールとかでさ、うん、一言ちょっと遅れそうみたいなのは入れてほしかったけどね。次からは気をつけるから。まあね、次から気をつけるって言ってるけど、これね、普通に何回も遅刻してくるからね。それじゃあ行こうよ。まあでもこうやってね、ちょっと後ろめたさがあるとなかなかね、デートも断りづらいっていうのはあるから、まあそこを弱みをつけ込んでいきましょう。ここの植物園はかなり種類が豊富だよね。下調べしてるな、ちゃんと。いろんな植物が一度に見られるからいいよね。楽しみ。ああ、植物園でも楽しみにしてくれたんだ。俺はあんまり楽しみじゃないけどね。植物とかマジでわからん。わー、見たことのない花がいっぱい。ね、この変な形はなんていう花？うん、星川さんもなんかあんまり分かってなさそうだな。でもね、そう言った方がいいですね。逆にね、いや、このなんとかっていう花すごいよねとか言われても全然話できないんで、俺も全然分からない。エーデルワイスでいいんじゃないとかさ、エーデルワイスかどうかさ、これだけじゃ判断できねえだろう。どうしよう、エーデルワイスじゃないかな。エーデルワイス、歌で有名な。君って物知りなんだね。いや、俺の適当発言も役に立つな。お、バッチリいい印象を与えたみたいだぞ。いや、マジ適当発言多いからね。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。待ってるから。もちろん誘うさ。それじゃまたね。いや、適当発言のおかげで今日は素晴らしい一日を過ごすことができた。メールも来てるしね。受信ボックス、また遊ぼうね。今日はすっごく楽しかったよ。ありがとね。えへへ。ねえねえ、次はどこに行こっか。ああ、次から楽しみだよ。あ、ごめんね、催促してるみたいで。でも、また誘ってくれると嬉しいな。なんてね。それじゃあ、またね。おやすみなさい。マキ。最高じゃないか、このメール。いやー、やっぱり、星川さん、いい子だな。もう、バッテリー1個しかないけど、使っちゃおうかな。星川さん、誘おう。また誘ってねって言ってるからさ、別にいいでしょう。てかさ、これさ。メール来てさ、即次のお誘いって。ガツガツしてんな、こいつ。もしもし、三上ですけど。あ、なになに、私に何か用？あ、用があるから電話したんだよね。あれ、これなんか対応も変わってない？なんかすげえいい感じになってるんだけど。じゃあ11月2回デートしますか。まあ、ここは休日があるんで、まあ、ちょっと気を使ってまた、連休の初めの方で。あ、そう、この学校ね、まあもう分かってると思うんですけど、まあ土曜学校なんで。でもな、そうすると行けるとこがどん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 減ってくるな。え、図書館って行ってないよね。え、行ったっけ？行ってないよね。図書館行きたく、なんかさ、行きたくないとこばっか残ってきたんだけど。少し遠出するか。反応的に結構良かったからね。もうこれカラオケ行けるんじゃん？二人っきりのカラオケって、まあ何気にね、難易度が高いと思うんですよ。密室のね、空間で二人っきりでいるっていうことなんで。
いきなり誘うのはねどうかと思うけど、もう大丈夫でしょう。よかったら来月の22日にカラオケに行かない？その日は、うん、大丈夫、空いてるよ。それじゃあ来月の22日にカラオケで待ち合わせってことで。うん、メモ完了。楽しみにしてるからね。それじゃあ遅れずに行くよ。それじゃあ、やったー、楽しみだぜ。いやー、カラオケかーって言ってもね、俺アニソンしか歌わないんで。星川さん大丈夫かな、アニソンでも。お、体調がすげー下がってんな。でも今日休日だからな、ちょっと理系か運動か、ちょっと運動上げとくか。この前ね、トラップできなかったからね。で、ここはちょっと寝よう。今週は寝ます。やっぱりね、こうデートするとね、やっぱ体力本当に使うんすよ。で、睡眠時間がね最近すげえ増えてるんですよね。さて休み時間だ。ちょっと外の空気でも吸いに行くかな。そんなことしてるんだ俺、高校生でちょっと外の空気でも吸いに行くかななんて一回も思ったことないけどね。失礼。なんだ、女の子に声かけられたぞ。てか、まあ生徒会長なんだけどさ。あ、はい。よかった、あなたを探していたの。え、なんでなんで、え、俺をですか。突然でごめんなさい。いえ、そんな別に。確かこの人は、私、生徒会会長を務めているさつきと言います。そうだ、前に見た生徒会長さんじゃないか。生徒会長さんが俺に何の用ですか。いや、まさかちょっと女の子に手を出しすぎて注意を受けるとか、君は風紀を乱しているみたいな。やっべえ。そういうことなんだけど、もうすぐ生徒会の選挙があるのはご存知よね。はあ、あなたのような生徒が生徒会に入ってくれると助かると思って。どう、考えてもらえない。それ完全人選ミスでしょ。なんで俺なんて誘ったの。俺が、けど生徒会のこともよく知らないし。あ、そうよね、私言ったらごめんなさい。それじゃあ簡単に説明します。生徒会に入ったら週に3回生徒会の活動をしてもらいます。そう、これね、コマンド実行時に、3日間生徒会で取られるんですよ。部活との両立はできるけど、アルバイトとの両立はできないので注意してくださいね。それと任期は卒業するまでなので、途中で大会はできないので気をつけてね。卒業するまでの任期ってすごいな。ふーん、なるほど。それで生徒会に入るためにはどうすればいいんですか。生徒会選挙に立候補して当選することが条件なの。いや、絶対立候補しないから。全学生の代表ってことですかね。立候補するかどうかもう少し時間をもらってもいいですか。申請は選挙当日で構わないわ。当日でいいんだ。立候補してくれること期待しています。それじゃ。いやいやいや、立候補してもさ、無理でしょ。絶対風紀乱すからね、まず。ドキドキ、さつき先輩に生徒会に誘われちゃったよ。来た。おい、今の上級生、さつき先輩だよな。何話してたんだよ。お前には関係のないことだ、マナブ君。何って、別に。それよりお前、さつき先輩のことを知ってるのか。当たり前だろ、さつき先輩って言ったらうちの高校じゃ超有名人だぞ。成績はいつもトップ。その上スポーツ万能で美人で、笑顔はちょっと冷たいけど誰にでも優しくて、平凡な俺たちとはレベルの違う憧れの上級生なんだよ。そこまですごい人だったのか。生徒会長ってことしか知らなかったよ。ああ、お前さ、それでもきらめき高校の生徒かよ。そこまで言うか。一応じゃないっつの。ちくしょう、なんでお前だけ。羨ましいな。これがモテ師の実力だよ、マナブ君。俺、そんなすごい人に声をかけられたのか。やったぜ、いろいろ頑張ってきてよかった。生徒会選挙に立候補するかどうか当日までに考えておこうと。絶対考えねえから。ふみこちゃん来ましたね。ま、誘いましょう。さて帰るか。あ、柳さんだ。よし、誘おう。柳さん。あ、翔くん。お、
柳さん名前で呼んでくれるんだ、いいね。よかったら一緒に帰らない、うん、いいよ。それじゃあ一緒に帰ろう。てかさ、下校シーンをさ、他のいろんなさ女の子と帰ってるとさ絶対噂されるでしょ。あの子また別の女の子と一緒に帰ってたんだけどみたいな。あ、メールが来てんな、なんだ。あ、メルマガか、普通に。あ、っていうかそうか、もうバッテリー使い切ったんだ。アルバイト、道路工事、土木作業員ってさ高校生とかやっていいの？大変ですがやりがいがありますって、まあ、そりゃ大変だよ、めっちゃ体力使うもん。体調68か、いやほんと辛くなってきたな。これ休日マジで寝るかデートになるぞ、まあ、今の生活とあんまり変わってないけどさ今実際寝るかデートするかしかしてないからねいや動画撮れよっていう話だけど、まあなかなかねその気力もなくて、まあ2週間先か、寝とくか。まあバイオリズムもあんまりだし。さて普通に戻ってきたので、理系が足りてないね。そうするとちょっと全部70代に乗っけるか。あ、まさしくん、これはちょっとすっ飛ばして、もう男なんて完全にパラメーターの餌ですよ。まあ一緒に帰ろうって言うけど、ここサクサクサクっと行って、なんだ根性よーし。そろそろ休み時間も終わりだ。ん？星川さん、テスト範囲ってどこまでだっけ？ちょっと待ってね。即答できないのか。確かここまでだったよ。ありがとう、星川さん。こないだ借りた参考書、もうちょっと借りてていい？いいよ。ねえねえ、星川さん。なんだお前、気安く星川さんに声かけるんじゃねえよ。はい。あ、そうだ。生徒の名前変えるって言って変えてなかったわ今度変えますいやー、すぐ分かると思うんだけど俺すぐ忘れるんでねえ、ノート、星川さん、なんだこいつら。ちょっと待ってよ、そんな一度に言われてもこいつら、もしかしてみんなわざとやってる笑い方がなんかさひどいよね。ちょっとさ悪意あるよね、絶対悪意あるでしょ今の笑い方。星川さんって人気者だよな、狙ってるやつ多いみたいだぜうん、まあそうなるよな、確かに星川さんが人気あるよな。さすがだ。メールがまた来てるな。メルマガ、ゲームデバッグいいね、ゲームのデバッグとか。まあ俺そんなに実際中身は詳しくないからねなんかバグがないかだけのチェックとかしかできないしやったことはないですけど、とりあえず全部70代に乗ったけど、まあやっぱりね容姿を鍛えていきたいよね。てか今日休日か、まあまあまあだし容姿を鍛えていこう。ふんふんふん。そこからの今週は運動したくないけど運動するか。やっぱりねスポーツのできる人っていうのはねモテますからね。メールが来てんな、ちょっとデートの前にメールをチェックして、あ間違えた、あそうか、もう11月だからバッテリーが復活したな。スキーに行こう、あ行きたいね。スケート場開放シーズン12月から2月、映画はサイレントリバー、これホラー系か、ホラー系とかマジ苦手だからね。で、高校生の吹奏楽コンクールそんなん金出して見るものか。スタジアムは総合格闘技、あ格闘技好きな人とかいますからね。俺格闘技とかね全然わかんないんですけど、一応ちょっと確認しよう。ショッピングで柳さん、そういえばどこで待ち合わせだっけ。ショッピング、柳さん遅いな、もしかして場所間違えたかなこれはまあ基本毎回出るから大丈夫大丈夫。ごめん、待った待ったよね。うん、まあ時間通りに来てるからね俺は。いやそんなに待ってないよ。でも柳さんが遅れるなんて珍しいね。
てかさ、この子悪いけどちょっと遅れそうな雰囲気はあるんだけどね。家を出る時にお客さんが来ちゃって、もうそんなやつしかとしろよ。一生懸命走ってきたんだけど、ま、間に合わなかった。いやー、そんな走ってきてくれたのか。ちょっと一言言ってくれればさ、別に遅れてもいいんだけど、こんなに息を切らして本当に一生懸命だったんだな。演技かもしれないよ。ちょっと一生懸命さを出せば許してくれるみたいな。まあ、女性はね、怖いからね、本当に。柳さん、遅れたのは気にしなくていいから休んで息整えなよ。優しいね、許してくれる。いや、そんな風にさ言われたらさ、許すよ。許すも許さないもないよ。じゃあもう少し休んだら移動しようか。 ありがとう。いや、喫茶店に入ろう。こんなに感激してくれるなんて思わなかったな。感激してくれてたの。そんな感じじゃなかったけどな。それじゃあ今日はどんなとこ行く？どうしようかな。じゃあブティックにでも行きましょうか。うん、それじゃあ早速行ってみようよ。いやー、でも自分から言い出したのはいいけどさ、俺ブティックとか行ってもさ全然おしゃれできないからね。なんだこれ、いいデザインがない、値段が高い、やっぱりサイズが合わない。いや、この2つではないだろう。デザイン的な問題だな、きっと。デザインもそうだけど、なにー、高かったりするんだよ。まあこんなもんだろう。なるほど、値段を気にしてたのか。これはわからんわ。おしゃれ系の店行ってもさ、俺全然わかんないからね。で、基本的にね、服はね、もうね、あの女の子に選んでもらいます。こういうね、センスのない男が無理してね、こうセンスよくしようとして選んでもろくなことにならないんで、だったらね、女の子に選んでもらえればもうそれでその人好みの、あの服装が出来上がるんで、もう絶対ね、あの洋服とかは女の子に選んでもらいますね。楽だし。楽だし外れないし、もう絶対それが確実ですから。理系が下がってきてますね。ちょっとやっぱり体調もきついな。54まで下がったか。え、ここでもな、バイオリズム最高潮だからな。ちょっと理系やろう。今日の小遣いは先月と同じ額か。あ、星川さん、あれ、これってさ体力減らないよね、一緒に帰るだけだと。違う名前で呼んでみるか。いやー、まだちょっとでもな、1年生だからね。2年生とかになったらちょっと違う名前で呼んでみますか。翔くん、おお、名前で呼んでくれてる。俺もじゃあちょっと次から別の名前で呼ぼうかな。翔くんっていいね、やっぱり。これから帰るとこなんだ。お、星川さんから誘ってくれる。ああ、いや、これは自分から誘わないとダメか。よかったら一緒に帰らない？うん、いいよ。一人で帰るのはつまんないもんね。それじゃあ一緒に帰ろう。いや、名前で呼んでくれるのか、すげえな。星川さんと楽しく下校した、そりゃ楽しいよ、めっちゃ楽しいよ。ウキウキだよ。あ、翔くんなんて言われたらさ、みたいな。なんか一人でこう興奮してるけどさ、なんかもうただの気持ち悪い親父だよね。休日か。カレンダーをちょっと見たいな。まあ、月2回デートすればいいでしょう。やっぱり休むか。体調が厳しいね、体調が。寝て、これ来週も寝ないとダメか。来月の予定も取り付けるか。あ、星川さんだ。おーい。あ、どうした、どうした。なんか星川さんイベント多いな。今から帰るところ？うん、せっかくだから一緒に帰ろうよ。これあれじゃね。絶対護道さん出てくるでしょ。うん、私でよければ。嬉しいな。マジでそんなこと言ってくれんの？ちょっと待った。ほら来たー。私と一緒に帰るの、邪魔しないでくれる？え、でも俺が先に。俺が先に？バカね。先に声をかけた者が一緒に帰らなきゃいけないなんてルール、この世に存在するの？ごもっともです。それはしないでしょ。ってことで、親友の私がマキと楽しく下校しますから。ちょっとつぐみ、じゃあね、さようなら、また明日。あ、でもまた明日会ってくれるんだ。ちょ、俺は行ってしまった。
女の子の友情にはかなわないな、とほほーって。ちくしょう、これあれだ、クレームの電話入れよう。五道さんにクレームの電話を入れます。本当はね、即日に電話かけたかったんだけど。もしもし、三上ですけど。どうだ、こんなやつから電話かかってきたら気持ち悪くて怖いだろう。これから本読もうかなって思ってたんだけど、まあいっか。どうしたの？いや、五道さん強えな。メンタル強えぞこの子。じゃあ12月、テスト前とかマジないよね。まあ、あの普通に誘いには応じてくれるけど、普通に考えてさ、テスト前、しかもさ、五道さん絶対勉強するじゃん。まあ試験休みにしますか。で、あれ、ゴードさん、どこ行ったっけ、最初。マジで忘れた。マジで忘れたけど、テスト終わって図書館とかさ、お前、どんだけ勉強漬けなんだっていう。ちょっと本当に忘れた。どこ行ったっけな。アミューズメントスポットとかさ、まあ、興味なさそうだしな。ホラー映画も絶対好きじゃないでしょ。で、カラオケも行かなそうだし、格闘技も絶対見ないでしょ。いや、ちょっと中央駅周辺で行けるとこねえな。かといってな、郊外はまだね、レベルが高いからね、五道さん誘うには。てか五道さん、マジで選択肢狭いな。コンサート会場で吹奏楽なんて聞いてみる。いや、でもまだ二人っきりでコンサート行くような関係じゃないしな。まあ、ちょっと前回どこ行ったか忘れちゃったんで、とりあえず河川敷の公園に行きましょう。これなんかね、評価上げっていうよりは、女の子を調査するために行くような、調査するために行くって何言ってんだお前っていう感じですけど、なんかいろいろ質問するんですよ。何が好きとか。よかったら来月の12日に河川敷公園に行かない？その日は、空いてるみたい。いいわよ。付き合ってあげる。ありがとうございます。それじゃあ来月の12日に河川敷公園で待ち合わせってことで。わかった。じゃあ当日ね。遅れたら罰金ね。てか、お前遅れるなよ。今デート被ってるから、五道さん遅れる可能性めちゃくちゃ高いからね。遅れずに行くよ、それじゃあ。やった、楽しみだぜ。12月12日だな。忘れないようにしよう。まだ最高潮か。最高潮だけど、体調だな。ちょっと体調管理考えないとほんとまずいな。体調系に関する能力を三学期に入ったら手に入れないとな。一応基礎体力持ってるんで、今持ってるあれってなんだ、身支度か、特技だな。特技を確認すると、まあ、基礎体力があるんで、これ基礎体力なかったら相当きつかったな。ってか節約上手いらねえな。節約上手ちょっともったいなかったけど外そう。で、ターゲット万能はね、やっぱり必要なんだよな。体調系だな。そうすると、そうだな、テストもあるし、ちょっと文系を伸ばしていこう。よし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 、いいね、絶好調。あ、今日生徒会の選挙日。これちょっといいよ、やめておこう。俺には関係ないな。これ生徒会長になんて思われたかな。ああ、立候補しなかったんだみたいな。あ、そうだそうだそうだ、これ確かね、さつき先輩とはね、もう出会ったことになってると思うんだよね。ちょっと宮古に電話して、まあ評価も聞いていきましょう。絶対星川さんいい感じだから。もしもし、三上だけど。あら、どうしたの、わざわざ電話で。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな。まず情報を知りたいで。あ、やっぱさつき先輩いますね。ちょっと待ってね、教えるの。ここら辺も聞いたか。さつき優、10月14日生まれ、天秤座の A 型、生徒会159センチと、一つ上の先輩で生徒会長さん、とにかく完璧な人。はい、こんな感じよ。他に聞きたいことは？あると。評価を知りたい。評価はね、はい、こんな感じよ。いや、楽しみだな、この評価。じゃーんと、おお、星川さん、やっぱいい感じですね。まあ、他の人はちょっと遠いけどね。距離がまだ遠いね。星川さんが徐々に近づいてきてるけど、まあ、ハートも、ついてるし。へー、それなりに頑張ってるみたいね。ちょっと楽しくなってきたんじゃない？まあ、ちょっとどころじゃないけどね。ちょっとどころじゃないけど、まあこれで満足するモテ師ではありませんよ。もっともっと高校生活を充実させていかないと。
え、もう大丈夫だよ。何かあったら連絡して。それじゃ。よし、OK。というところで、まあ、星川さんとめっちゃ仲良くなって、しかもね、生徒会長とお近づきになれたんで、今度はね、あの生徒会長も誘っていきたいと思いますけれども、やっぱりね、デートするとね、体調ね、めっちゃ減るんで、体調管理が今後の課題ですね。というところで、では、ときメモ4第5項は、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。